どうも、スロスタとレジワロスの二人です。今回はアイルドルフさんの新作、ハッチングをやっていきます。今作もカーコニトコシーダー。The Wind。Extraordinary。ドイオ、イオガウォモトニチュクラリタ。サキントナテガオリマス。それではやっていきましょう。卵がアラワレタ。デジモンが生まれそう。タシカニソリアイ、パピカムワー、アル。セカクタシ、モトトナタイガウォクルクサトメシネガラピオオリイシイオカ。確か。主人公は12歳の少女店や、母親の期待に応えるために、自我を抑え続ける日々を送ってた。そんなある日、彼女は卵を見つける。卵の育て親は店屋の母親が殺した。彼女はその償いのためか、この卵を家族に秘密にして、世話をする。といった流れですかね。クウォーシクシリダイカタワエガノ、プウォゴラエンクダサイ。アリガタリコトニニホンガウォーケイバンガーリーマシーダ。日本でも順次、映画館で公開していくみたいなので、この機会に皆さんも見てはいかがでしょうか。卵を温めるためにぬいぐるみを、で、つく。ちょ、とぐわろい。卵自体が大きくなった。サンナーコトオキナイデロ。今まさにやってるだろ。なんだこのババア。いやなんか喋ろよ。店屋の母親だったのか。NAR22 カートゥーノ新体操だろうな。店屋は劇中で新体操の練習をしている。手がひどくなるくらいにね。母親の期待に応えるためにそこまでするのか。させる母親もおられたけど。もしかしてハッチングしちゃう。うう。生まれたけど。ちょっと怖いね。レイヴモンっぽいね。トゥイオクテカ、コイオクミエル。風呂に入れてやるか。油かいて座ってる。そして目がでかいな。おなかがすいてるのか。いまえさをやるカラー NAR。いきなりフリデイマーケリニネル NAR。またクソババアが現れた。そして娘にひどいことを言う。最低なやつだな。キソババー、テギ、テルオマ MONAR。テカーリーのやつ大丈夫なのか？ベイクって誰だよ？
なんだこいつ。ラサガエリ。いいところで終わっちゃったね。トゥツキワエガガエンデイ。テイクウコトデイショ。機会があれば見に行きたいな。というわけでご視聴ありがとうございました。